そういや、クリスマスって先輩と過ごすのか？何ギョトンとしてんだよ。冬休みの最重要イベントじゃんか。何この余裕。これが持つものと持たざるものの差か。マジか？でも先輩ならありえるかな。あの人そういうイベントに興味なさそうだし。ああ、わかる。その分正月は振り袖とか着てくれそうだけどな。わかるわかる。よ、お待たせ。どこ行く？ダーリンとならどこでも付き合っちゃう。
ってみる。すっげえ美人がいるぞ。やっべえ、モデルかなんかか。あ、でも隣に男いるけど。彼氏じゃねえよ。あの男じゃさすがに付き合い取れてねえだろ。すっげえクールな顔してこっち見てるんですけど。やっべえ、あんな目で睨まれたらゾクゾクして新しい扉が開いちゃうかも。行きましょう、デートに。すっごく楽しみ。デートって言ってるし、やっぱ彼氏かよ。いきなり失恋とかしっかしょい。このネクタイ、あなたに似合うと思うんだけど、どうかしら。
ラネタリウムなんて小学校の遠足以来だったけれど、とても綺麗だったわね。はい、ここで問題です。双子座の星といえばカストルと、もう一つは、時間切れ。正解はポルックスよ。解説が流れていたでしょ。知ってるわ。だってカチコチに固まっていたもの。せっかくのチャンスだと思ったけど、あと一押しも足りないもんね。ほら、チャンスという名の星があるとかないとか解説で言ってなかったかしら。クリスマス限定のカップル向けメニューですって。せっかくだからネイルも交換をしましょう。このドリンは、はい、ちょっと待ってね。だってこのドリアとっても熱いんだもの。唇が大変なことになってしまうでしょ。だから冷ますわね。私が食べるわ。冷たい。あなたと一緒にいると、何でもないことでもすごく楽しくて仕方がないの。今だって楽しいのよ。
このマフラー長いから、こうやって二人でしても足りるの。
リップクリームを初めて使ってみたの。いつキスされてもいいようにって。まあ結局我慢できなくなって私からしてしまったのだけれど、変な味とか香りとかしなかったかしら。そこが一番心配で。そうね、何度でもして唇がふやけちゃうくらい大好きよ。スタディーステディー。